巨大樹の森の時と同じ。硬化されて刃が通らない。 何も捨てることができない人には何も変えることはできない。そうだ、思い出せ。あいつが仲間を何人も殺したんだ。駆逐してやる。いや、殺す。 今までのように自由に交換できないはずだ。今度こそ決着をつける。兄、君の思うようにはさせない。
バカに見えて仕方がないって顔してたな。いつもつまんなそうにしてた。そんなお前も父親事故にも格闘術を披露する時は生き生きとしてた。今のお前はどんな顔して戦ってんだ。もう分かんねえよ。ほじくり返してる。
壁を乗り越える気か。浮かせない。兄、落ちて。よせ。無駄だ。ワイヤーでネットを作れ。これを縛って地下に運ぶ。作戦成功とは言えねえな。いや、我々調査兵団の首はつながった。おそらく首の皮一枚で。だといいがな。今度は我々が進撃する番だ。
兄から情報は得られなかったものの、調査兵団とエレンの王と召喚は凍結された。しかし人類が自分たちが何に囚われているのかを知るにはまだ時間と犠牲が必要だった。